私が所属する松竹芸能、その松竹芸能の大先輩の漫才コンビ、酒井邦夫徹師匠。酒井邦夫師匠が昨年の10月の28日にお亡くなりになりました。邦夫師匠の追悼公演というのが今年の2月の18日、心斎橋にあります華道座という劇場で行われたんです。私も他の芸人さんと一緒に出演をさせていただきました。その楽屋でのお話なんですけどね、芸人が楽屋に集まって追悼公演ともいえども、なんかこう賑やかな話をする、いわゆる楽屋話ですね。そういうので邦夫師匠を偲ぶという、そういうお話いろいろしてたんです。舞台ではそれは流すことはできないんですけどね、そのうちうちのお話で、まあ楽しくワイワイと、それも一つの追悼公演の送り方、そういう形だっていう感じでね、みんないろんなお話を楽屋でしてました。そんな時にふっとね、出演者の中の人に森脇健児さんがおっしゃったんですよ。そういえばあれ、前の追悼公演って庄司俊恵師匠の追悼公演やったな。それからまた間隔を空けずに酒井邦夫師匠の追悼公演か、なんか寂しいなってぽつりとおっしゃった。それね、楽屋でやっぱりこうしんみりと響くんですよね、その言葉が。でもその時に森脇さんがおっしゃったのがね、ちょっと待ってよ、ような追悼公演って芸人さんが必ず舞台とかで言うよな、次は誰やろなって、あの話するなって、そんな話をしてた。そしてそれ続けてね、森脇さんが楽屋でそうや覚えてる俊恵師匠の追悼公演の時に、次は誰かしらねって、そんなことを出番表を見ながら邦夫師匠おっしゃってたなってなったんですよ。それね、そこにいてる人間みんな出演者覚えてたんでね、笑ったんですよ。ああ、そういや、そうやな、邦夫さんそんなこと言ってたな、あ、師匠そんな言ってたなって、そんな話になった。そしたらそこにいていた芸人さん、他の芸人さんがね、そういえばその俊恵師匠の前の追悼公演って横山隆史博士の、横山隆史師匠の追悼公演だったなっていう、あ、振り返っていったんですよね。その時にその楽屋で出番表を見ながら、次は誰やろなって言ってたのって庄司俊恵師匠だったと思うって言ったんですよね。それね、その場にいてる芸人っていうのは覚えてたんですよね。それ笑ったんですよ、その瞬間。そうや、隆史師匠の時に俊恵師匠がそれ言ってたな、覚えていたんですよね。そういうお話っていうのはなかなかめったに軽く口が滑って言いにくいものがありますからね。誰が言ったかっていうのはその分口数も少ない分覚えてるんですよ。で、そうなると今度それをまた紐解いていくような話になりましてね、隆史師匠の前の追悼公演はってなった。それね、暁輝夫師匠と言いまして、お三味線の師匠さんのその追悼公演だったんですよ。で、その追悼公演の楽屋の雰囲気も思い出しました。それでみんなの意見としてね、あったのが、そこで次誰やろなって言ったの横山隆史師匠でしたよね。そうや、隆ちゃんが言ってたあれみんなで笑うとったんやってなったんですよ。続いていくんですよね、それ。じゃあその
テルオ師匠の追悼公演の前はってなったら、花カンタ、今寛大というね、大先輩の漫才コンビの、花カンタ師匠の、それはお葬式なんですよ。追悼公演はやっていないんです。ということは、追悼公演っていうのは、テルオ師匠からほぼ始まってるような感じなんですね。この時代になって。でもその前まではお葬式を行ってました。それ我々も言ってるんです。カンタ師匠のお葬式。そのカンタ師匠のお葬式っていうのは、相方の神田師匠が九州で一人のお芝居が入っていた。お二人でもちろん出番だったんですけど、神田師匠が体調を崩したということで、神田師匠だけがお芝居出ていた。それで、そのお葬式に参列できなかったんですよ。ですから、その芝居の巡業先から手紙を書いて、それを送ってきた。その手紙を代読したのが、暁輝夫師匠だったんですね。その代読をされた時、我々覚えてるんですけどね、いい内容でした。カンタ君、僕は今、九州で芝居をやってる。君と一緒に出る芝居だった。君が出られへんから僕は今ここで一人でやってる。君がいたから漫才コンビとしてもやっていけた。今日はそんな僕やけど行けなくてごめん。舞台は大事やっていうのは君は分かってくれてるやろ。だからごめんなっていう、そういう内容なんですよ。で、その手紙の最後に、僕もそのうち君のところに行くと思うわ。その時までしばらくちょっと待ってねって、そういう文章だったんです。その瞬間、お葬式のその会場がね、笑ったんですよ。笑い声が起きたんです。泣き笑いでしたよね。でね、そのちょっと待ってねっていうのは、カンタ寛大師匠の漫才の中の寛大師匠のギャグなんですよ。漫才の中でそのギャグが随所に出てくる。スパイスのある、そういうギャグでした。そのギャグで相方さんを送ったということになるんでね、しんみりとしながらも笑いが起きた、まあ言葉は言い方おかしいかもしれませんが、いいお葬式だったんです。その手紙を読んだ暁輝夫師匠の読み方も素晴らしかった。で、みんな芸人仲間がね、テロさんすごかった。あの手紙の読み方よかったわって話をした。その時にテロ師匠がお葬式が終わってから、寛大ちゃんのあの手紙、一番最後の部分、ちょっと待ってねの下り、あそこ、自分がアドリブでつけたんや。あれをつけたら、カンタちゃんも喜ぶかなと思って。寛大ちゃんも忙しい合間に手紙書いてるから、そういうようなちょっとそのユニークな部分、コンビでわかる部分っていうのを書きそびれたと思うね。だから自分はそこにアドリブで入れたんやっておっしゃってたんですよ。お葬式と追悼公演は違うんですけどね。でもなんかそのお葬式の中にも楽屋の雰囲気があった。その瞬間にテロ師匠が添えた言葉、その声をかけるというか、コミュニケーションの中にそういう連鎖していくもの、そういうものがあるのかなって楽屋で話をしましてね、次誰なんやろっていう言葉、それがずっと続いているという、そういうようなこともあったり、それは決して不吉なことではなくて、なんかその楽屋の中の話なんだけども、その中でずっと紡いでいっている関係性、これがずっとその中で伝わっていってるのかなって話を、
みんな楽屋でね、そんなことを言うと次自分になるで、だからもう言わんとこなって話をしていたんですけど、妙にね、連帯感を感じた、そんな瞬間でもありました。酒井邦夫師匠の追悼公演の楽屋で起きた、まあ考えようによっては不謹慎なお話ではあるんですが、これ芸人ならわかる、なんかつながりの、そういう不思議なお話でした。